南口三里駅は埼玉県三里市三里一丁目にある東日本旅客鉄道武蔵野線の駅である。埼玉県最東端の駅である。駅番号は JM17。相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。駅本屋の建設は日産建設が施行した。改札内コンコースと 各ホームを連絡するエスカレーターは2機ずつ、エレベーターは1機ずつ設置されている。駅の新三里方は上下線の間隔が広がっているが、これは、かつて当駅、吉川駅間にかけて、武蔵野奏車場があった名残である。吉川南駅管理の業務委託駅。緑の窓口は2013年4月23日、もって営業を終了した。指定席券売機。 自動改札機が設置されている。東駅南口目の前にニューデイズがある。2019年度の1日平均乗車人員は14,450人である。武蔵野線内26駅中23位。かつては南流山駅よりも多かったが、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスの開通で、三里市内に三里中央駅が開業したことにより逆転され、 当駅の乗車人員も減少の位置をたどっている。2009年度には駅周辺の開発で乗車人員が急増した新三里駅にも抜かれ、さらに2010年度には越谷レイクタウン駅、東松戸駅、東所沢駅にも抜かれた。近年の1日平均乗車人員の推移は下表の通りである。 年度全体の乗車人員を365で除して1日平均乗車人員を求めており、計算で生じた少数点以下の値は切り捨てているため、定期外と定期の和は必ずしも合計と一致しない。江戸川を渡る武蔵野線。川の右側が三里駅となる。東駅を中心に開発、区画整理された郊外型の住宅街が西南北に広がる。 当駅のすぐ東側を江戸川が流れる。江戸川橋梁を渡った対岸は、千葉県流山市になる。北口から徒歩2分のところに、江戸川河川敷公園があり、土手には、軽いより、利根川分岐点の野田市、関宿まで全長6 0トルのサイクリングロードがある。公共施設1から6番乗り場が南口、7から10番乗り場が北口発着である。 1番乗り場、2番乗り場、3番乗り場、4番乗り場、5番、乗り場、6番乗り場、7番乗り場、8番乗り場、9番、乗り場、10番乗り場、校舎の未出展広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。